水門川は岐阜県の主に大垣市を流れる河川。木曽山線の木曽川水系の支流である。名称は1653年に作られた川口村水門に由来する。岐阜県大垣市笠沼の町付近に源を発し、大垣市街を大垣城に沿うように流れる。大垣市内の中野江川などの中小河川、排水路を合わせ、 安八郡は野内町町場見で伊比川の支流である、牧田川に交流する。1635年を大垣藩主として大垣城に入城した土田市鉄により大垣城の外堀として築かれた。大垣城の外堀のみならず、伊比川を介して大垣船町と桑名宿を結ぶ千運の運河の役割を持っていた。松尾芭蕉の奥の細道の結びの地は大垣千町であり、 場所は、船町から水門川を船で降り、桑名塾へ向かい、江戸に戻っている。現在でも、水門川の一部を大垣運河と呼ぶ場合があり、川港であった、船町港には、住吉灯台も残っている。大垣駅東のあたこ神社から、船町の奥の細道結びの地までの約 2.2km は、水門川遊歩道式の道として整備されている。住吉灯台のある、 船町公園は桜の名所として有名。また、漫画、恋の形のモデルとなった場所の巡礼を目的とする旅行者もいる。水門川では2003年により観光客の集客を目的とした、イブネ船川下りが毎年、日時を限定して行われている。水門川には1600年大垣上落城の際、城壁から松を伝い、堀に浮かべたタライブ船に乗って、 石田法の武将山田作子読みと家族が場外に脱出したという伝承がある。ありがとうございます。